はい、黄金世代のことでございます。おはようございます。というわけで、まあ、週末のトークとなっていくんですけども、日曜日というところで、お仕事の方、お休みの方いらっしゃるかと思いますが、おはようございますというところで、まずは、昨日ね、ウマ娘の方の YouTube ライブやらせていただいたんですけども、ウマ娘のライブお越しいただいた方、誠にありがとうございましたというところで、また機会があればやってみたいなと思うんですが、はい、まああっちはね、もうガチというよりはもうまったりで、まあ、強いというよりは、まあ、楽しく遊ぶみたいな形の配信なんで、まあ、お気軽に参加していただければと思うんですけども、どうですかね、先週1週間振り返ってみて、まあドリームガチャがメインだったのかな。はい、ブラジルの洗剤がね、何回も言うんですけど、日南米杯終わってから洗剤が来るっていう、そして無敵のダブルボランチとかカーザーとか、あの辺、まあ、とかが日南米杯に行ったら、あれ持ってた人無双だったろうなっていうのもありますね。はい、まあ、強いなと。さあ、そして世界に羽ばたくワールド選手というところなんですけども、まあ、この辺ピックアップになっているので、まあ、ループというところで、まあ、チームスキルとか持ってないキャラ保管していく方っていう意味では、まあ、集めやすい形なのかな。まあ、でもたまたま自分運良かったですけど、5分の2ですもんね。まあ、5分の2で取れるというような形で、まあ、レヴィンに関しては、スタミナ、まあ、ドリブルめっちゃ強いですよね。基礎捨てでいくとドリブル、まあ、シュートキラーがついてるんだっけ、ゴールキーパーキラーか、シュートキラーじゃない、ゴールキーパーキラーついてるんでね、実質めちゃめちゃね、ドリブルで抜いて強いというような形になってるんですけども、ね、力属性、まあ、こうデバフ系でプラスそこまで伸びないんですが、スタミナキラーとプレッシャープラですよね、これね、本当に。スタミナね、35はちょっとえぐいんで、まだちょっと会いたくないんですけど、あと、ここに来て、絆さ、ランクマって言うと、やっぱ絆、チームスキルはそこそこなんですけど、絆さがでかくなっちゃったんで、ちょっとね、絆を埋めなきゃいけないのかなと思うんですが、赤井くん入れてると下がるんですけど、やっぱりこの 4.5 キャラですよね、4.5 系のキャラクターがいるので、やっぱこの 4.5 いや4系のキャラクター埋めて、ある程度デバフブロックをね、軽く 10% 程度、10から15くらい持ってると、まあ、今チームとしてやりやすいのかな。はい、あとこのジェンティーで使ってる人あんまり見ないんだよな、なんでだろう、読みがち 50% あるんだけど、合わないのかな、チームスキル、チームスキルがあんまりないっていうのも、普通のフェスのジェンティーでやっぱ使った方がいいなと思っちゃうのかな。1回くらい会いましたけどね。はい、サンターナもね、サブに入れてる、チームスキー要員としては入れてる人多いけど、なんかこう、そうですね、チグハグ、まあ持っといて、まあもちろんね、デッキの進捗中なんですけど、はい。じゃあ、そしてここ、これ見てなかったんですけど、これ排出 5% なのかな？はい、排出が 5% なんですけど、皆さん見ましたか？ 5% なんですね。で、1%、1%、1%、3%、5分の3でどれか取れるというところで、まあ、キーパー、難民の方とかであれば、まあ、フェース林持っていっても、チームスキルね、全部22人ずつなので、逆にこっちで手軽にね、チームスキル確実に手に入れていくっていうのもいいのかな。はい、持ってないけど、別に今現環境で使えないかっていうと、まあ相性にはよりますけどね、使えるキャラクターにはなってるんじゃないかなと自分は思います。はい、さあ、そしてビクトリーの、ミニフェスが来て、中南米セレクションはまだ続行中。すっげえガチャばっか。さあ、そして日本代表第2弾、まあ、これはまあ多分、7月の方で取り切れなかった方はまとめガチャのピックアップになってくるかな。まあ、もちろん第1弾のキャラクターも入ってくるのでというところなんですけど、あと5日で、まあ、今週の金曜日で終わりってことですね。来週の金曜日、そうですね、今週の金曜日で終わってっていうこと、違うな、あ、フェスまたぎでいけるんですね、ちょっと曜日の感覚が。そうなんですね、これフェスまたぎでいけるので、まあ葵くん、たけしとか狙いたい方で、まあ夢玉待った方とかは、まあ、フェス後にやっていくっていうの、これで逆に、そっか、そういうことか、5日後、もう来週の金曜日から日本代表第3弾始まるんですね、今週か。早いなぁ、多分突っ込んできますよね、多分これもう終わり次第日本代表第3弾で、また2週間やって第4弾、今だって
そうですよね。石崎、日向、翼、若林、若島津、第1弾で第2弾が、たけし、葵、佐野、あと若島津も出た、佐野、あと誰だで、そして赤井くん、赤井くんはでもワールドユース扱いなんだよ。今だから1、2、3、4、5のヒューガはあるね、の4、ちょうど10人、残り10人、やっぱり第3弾第4弾で、葵くん、赤井くんが、特殊系で出たのでプラス2人、そうするとやっぱドリコレは日本ですね、多分ね、ドリコレは日本なんじゃないかなっていうのと、ただワールドユースで赤井くんでこのユニを着せたりしてるんで、去年と違って、そしたら幻的な要素でこの代表限定ガチャを着た立花兄弟がフェスで出てくる可能、あ、フェスじゃないや、これで出てくる可能性はありますよね。皆さんどうですかね。毎年、去年もね、あの日本代表第1弾が曽我井川でしたけど、第2弾がシュミット兄弟っていうので、まあ、ペアリング、まあ、去年もペアリング系だったし、ペアリングというか、まあ、その両方、まあ、ペアリングといえばペアリングというか、まあ、そういう兄弟系で押して、まあ、曽我井川兄弟系とは言わないですけど、私も兄弟系で押してきたので、日本代表立花兄弟とかあるんじゃないかなと。そこで2枠消化されて、第3弾第4弾で優勝1枠4人がステップアップ、優勝1枠ステップアップ1枠11人でフェスで1枠、そうですね、多分22、3人出すと思うんで、あとは三崎、松山、三杉、地頭ですね、この辺、相田君ももう出ちゃったんで、日本代表のディフェンス枠がね、あんまり残ってた、あと新田、ソリマチ、この辺ですかね。新田、ソリマチ、新田君がね、こうフェスもそうなんですけど、まあ、そうですね、力日本やってた時の新田君って結構いいポジションでいてくれたんですけどね、自動パスカット 100% で守備ができたりとか、まあ、いろいろあったりとか、まあ、ドリブルが強かったりとかあるんですけど、ちょっと最近のこの新田君っていうのがこうなかなか点に絡めない傾向にあるので、まあ、いい新田くんが出るといいなと。技、即の新田くんかな、新田くんなんか即っぽいイメージですよね。そろそろ即の新田くんって中学校以来出てないので、はい、まあ、また海外を見渡せば、ドイツでね、あのタイガーボランとかね、だいぶこう強くなってきて、ね、原作の中でもかなり押されてたもしますし、シュミット兄弟も行って、ゲーテも行って、シュナイダーがフェスなのかな、今のところ予想ね、大方の予想だとフェスですけど、そして、カルツ、シェスター、マーガスというところで、で、あのトーマチェックもあったと思うんですけど、あの技のマーガス7月9日から解禁されるわけじゃないですか解禁っていうのはあれですけど、7月9日から解禁されるんですよね、名鑑じゃなくてもいいのかな。あれ、ゲルマンなんとかボレーってついてる、絞り込み、ドイツ、フォワード、あ、これ潜在やってないんであれですけど、これゲルマンコンビボレー、じゃあスピアヘッドだった、ゲルマンコンビボレーって、あ、違う、持ってないのか、ゲルマンコンビボレーは持ってないのか、スピアヘッドしか持ってないのか、そこは普段引いてないからしょうがないですけど、いないですよね、自分の中だと。実はこれいっぱい持ってるんですよ、これ。もうこれ突しちゃっていいのかな。はい、この子ね、結構いいじゃないかなと思うんですが、これに要はゲルマンコンビボレーを積むと、めちゃめちゃ強くなるということですよね。でシスターがいればいいというところで、今は、技属性の全般21なんですけど、ここ多分また2と1に分かれると思うので、もう分かれてますね分かれてたもう使えるんだ、じゃあ3人以上いるとっていうので、技属性全員のパラメータ 2%、 じゃあ 2% しか乗らないけど、もう使える、分かれてるんですね。ごめんなさい、全然トーマチックちょっと途中までしか見てないからああ、なるほど、これにあのコンビ技のシュナイダーとのやつを入れるとマーガスより強くなると。なるほどな、そういうことか。スキルフィールドとか終わってんのかな。
あ、終わってる？いいのかな？あ、終わってるんですね。もう使えるんですね。じゃ能力の上限だけしとけばいいのか。忘れないうちに。そうなんだ。ちょっと。なん、あれ、何で、あ、代表のマーガスか。代表のマーガスか。第3の途中で出たマーガスのあの、ペアリングのシュートを入れるとめちゃめちゃ強いのね。まあ絆 2% 下がるけど、初段からワンツーも使える、ドリブワンツーも高い。さあ、なるほど。必殺技威力 20% アップ。このコンビネーション必殺技威力が今後ね、また上がる傾向にあるのかな。まあ、シェスでもシェスターは多分第3の方を使っていけばいいのかな。これ属性ってワールドユースだっけ。ワールドユースですね。このシュナイダーね、取った時嬉しかったけど、一応一撃のファイヤーショット移植しておきました。なんかリーグとかなんかね、オート系のもので使えるのかなとちょっと思ったんですけど、はい。さあ、ドイツ、そしてブラジル、今週でもブラジルのあの復刻ガチャの予告なかったんですけど、ないですよね。ガチャ予定になかったんですが、復刻あるのかな。今週の金曜日からとか いきなり入れたりするのか。もう7月入っちゃうんで、今週の金曜日から、あ、そっか、月曜日ですよね。月曜日いつも4時にお知らせ来ますもんね。そこでガチャの復刻予定とか出ると思うので、まあ復刻じゃない、7月の来週か、7月のガチャ予定出ると思うので、まあそこで7月の来週のガチャ予定とか見て、ブラジルの復刻、まああれ結構デバフ系、まあモリモリ系ではなくてデバフ系ですよね。でもね、で、まあブラジルのガチャも多分あって、ドイツ、そしてここでスウェーデン来て、スペインが来てます。でオランダも来た。でメキシコは、まあこれでメキシコは終わりっていう扱いなのかな。そうすると日本、ブラジル、ドイツ、ちょっとね、多分この辺はまたあとカゴタスナイン出てるかやってくれると思うんですけど、まあフランスはちょっと残念な形で、残念なのかな、まあ残念な形で終わるような形ですかね。あのね、結構ね、好きなキャラクター多い人も多いと思うんで、ブラジルなんかね、逆に自分は第1弾第2弾とかで、ね、日本とか見たくてね、まあドイツもそうですけど、ねやっていいと思うんですけどね。でスペインもね、オーバーエイジとかも含めれば、まあプジョルとかも含めて、なぜか、まあ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 原作にそこまで出てこないからですけど、まあプジョルとかもね、パジョルとかも本当は強いはずなので、スペインも多分好きな人多いから第1弾第2弾とか、ドイツも第1弾第2弾、まあブラジルも第1弾第2弾みたいな形でやってってもね、全然いいかな。まあただそのやってってくる際に、そのあのみんながね、何これみたいなのはちょっとやめてほしいですけど、はい。まあただこの今回の修正に関してもそうですけど、結構やっぱりユーザーさんね、視聴者さん皆さんの方がやっぱり冷静なので、まあ運営さんがね、どう盛り返していくかっていうので、いよいよ7月、今週フェスが来て、4周年後半戦になっていくというような形ですかね。まあちょっとフェスが終わってから1回、4周年前半振り返ってみてみたいな形はちょっとやっていこうかなと思うんですが、実際ね、最初の1ヶ月どうだったですかね。まあカゴタスは結構積極的に前半攻めて、結局今困ってるのが即の海外キーパーがないってずっと言ってて感じですかね。まあ、スタインとか取れてるんでいいんじゃないかなと思うんですけど、でトーマさんに関してはもうあの冷静すぎて、周年、まあ、本当に気があれば、まあ、トーマチェックで見て、あの本当に気があれば引いていきますみたいな、もうサメサメになっちゃっててよっぽど去年のが嫌だったんだろうなとか思って、はい。まあ、トーマさんはね、即日本にやりたいっては言ってるんですけど、まあ、どこかでね引いては来るかなと思うんですが、はい。まあ、ちょっとね、あのどういう風なデッキの、まあ、日本のベースでは変わらないと思うんですけど、どういう風にチームを作っていくのかっていうのは、逆にね、あの自分はこう日本でこう引いてってますし、カゴタスはもうどっちかというと海外寄りになってって、で、トーマさんは逆に引いてないというので、この3人のね、デッキがどういう風になっていくのかっていうのもちょっと面白いところかなと思います。はい。さあ、そんなわけで、デルタ株が、流行し始めて、マスク解禁になったイスラエルですか？全国民がね、2回以上 50% を超えて接種したイスラエルが、
マスク回帰、マスクしなくていいよってなってから、ね、10日後にデルタ株の流行でまたマスク着用して外出というところで、まあ、日本の方でもちょっとデルタ株の流行兆しが見えてて、まあ、ちょっとね、コロナの方も増えててなかなか落ち着かないですけど、まあ、ただワクチンの接種だいぶ、ね、進んでるみたいなので、あの早く、ね、ワクチン、ね、打って、でね、日常というかいい環境を取り戻せればなと思います。はい、まあ、毎年毎年、ね、せっかく夏だったりとかするのに海水浴とか、ね、あの夏の遊びとかできなかったりとかするのも非常に残念なので、うん、早く、ね、これいよいよ、まあ、今年まで我慢して来年からは、今まで通りのに近い日常がね、いけるといいんじゃないかなと思っております。さあ、というわけでもういよいよ7月、2021年も、6月まで終わります。はい、皆さんの上半期はいかがでしたでしょうか。さあ、下半期入っても、トーマさんともども頑張っていきたいなと思ってますので、よろしくお願いします。というわけでいつもご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは良い休日を。